2016年から始まったカニワクワクワークプロジェクト。このプロジェクトは働き方の観点から市内の魅力ある企業を見出し広く PR する事業です。働き方の見直し、ワークライフバランスの実現に取り組む企業を登録することで、企業の魅力を若い人たちに知ってもらい、地元に就職してもらえるようにすることを目的にしています。また市内の企業にとっても雇用が安定するなどのメリットがあります。登録には働きやすい職場、子育て支援、介護支援、地域活動支援の4つの分野に分けた基準があり、魅力的な企業がたくさんあります。2018年にはこれから就職を考える地元の高校生を対象に、市内の企業の魅力を発見してもらう機会として、カニの企業魅力発見フェアを初開催しました。自社の魅力を一生懸命に伝えようとする企業の担当者と、将来の就職を見据えて真剣に話に聞き入っている高校生の熱気に包まれていました。しかし2020年3回目を迎えるはずのカニの企業魅力発見フェアは、コロナ禍によって開催が見送られることになりました。そこで PR 動画を通して新たな形で高校生と企業をつなぐ取り組みを実施することとしました。各企業の特徴や職場の魅力を出してもらえるよう、参加企業に動画制作を依頼。完成した PR 動画はカニ市公式 YouTube カニチャンネルから視聴することができるようになっています。今回就職活動を控えるカニ工業高校の生徒にその PR 動画を見てもらいました。カニ市で生まれ、カニ市で育ち、カニ工業高校出身です。地元カニ市のこの会社に入社して、株式会社兜山製作所の紹介です。私たちの会社は地元カニ市に本社があり、岐阜県内に3つの工場と中国にも1つ工場があります。兜山製作所の社長をしております藤田幸男と申します。当社の特徴は、自動車部品から油圧バルブの超精密機械加工でございます。特に自動車部品の方ではピストンロッドの加工を月100万本しておりまして、日本で走っている車の10段自体はうちの部品が使われております。建設現場のクレーンの方では多くの油圧バルブを当社の製品で使っておりまして、いろんな社外で貢献をしておるわけでございます。今回は日本のものづくりの基幹産業としてものづくりの好きな人を募集をしております。カニ市に本社があります身近な企業としてぜひ見学に来ていただいて、よろしくお願いを申し上げます。土田工場の古田大輝です。カニ市で生まれ、カニ市で育ち、カニ工業高校出身です。地元カニ市のこの会社に入社して5年になります。土田工場では組み立て係で、電柱工事などに使われる工事作業車の油圧バルブを組み立てしています。入社して思ったことは、年上の人ばかりで緊張しましたが、バーベキューや忘年会などの行事があるため、年上の人とも気軽に話すことができました。会社として技能検定などの国家資格を取ることができ、スキルアップができます。今では組み立て作業を任され、一人で行っています。来年僕も技能検定を取れるように挑戦したいと思っています。兜山事務機広見支店の倉地真希です。東農実業高等学校出身です。観光庁や民間企業、一般の方々に商品の販売や配達をしています。地元の方にくつろいでいただけるようなお店作りを目指しています。私は人とのコミュニケーションを取ることがあまり得意ではなかったのですが、仕事を通し接客をすることでコミュニケーションを取ることの楽しさを学びました。先輩方が
気軽に話しかけてくれるおかげで楽しく働きやすい環境です。働いたお金で親孝行をすることができました。これからももっと頑張っていきたいと思います。私たちはこのように地域に密着した製造業として活躍しております。どうぞよろしくお願いいたします。当社 KYB は油圧技術をベースとし、振動制御技術並びにパワー制御技術と当社のコア技術がこの2つだと考えております。私の職場では幅広い年齢層の方が活躍されています。若い人から年配の方のコミュニケーションが取れており、誰とでも話しやすい職場環境づくりがされています。経験豊富な人が多いため、新入社員の人が入る場合、今までの経験を生かして指導してもらえるので、とても働きやすいです。私は KYB 株式会社でサスペンション事業部並びにステアリング事業部両事業部長をやっております川瀬と申します。当社は1935年株式会社茅場製作所として創立され、80周年を迎えた2015年に登記社名を KYB 株式会社に改め現在に至っております。東証一部上場企業として今日、油圧機器の国内最大手企業にまで成長してまいりました。製品構成別の売上比率では、自動車、オートバイ用の部品が全体の 60.8% と多くを占め、それらの売上を支えている生産工場がここ岐阜県可児市に集まっています。まさに可児市での生産活動が基軸となった企業とも言えます。高い技術力が評価され、さらにはグローバルに事業を展開しております当社の仲間となり、活躍してくれる人材を心待ちにしております。真剣な眼差しで見るみんなの目には、企業から何か伝わるものがあったのでしょうか。なんかとても作り込まれた映像っていうのが多くて、その各企業さんがどういうことにこだわりを持って、なんだろう、やられているのかとか、その働いている人たちの生の声とかっていうのが結構なんだろう入っていて、とても参考になりました。
KYB さんは僕の家の近所にも工場があるんですけれど、まあ、今まではなんだろう、なんか自動車関連の何かをやっているっていうの知識しかなかったんですが、まあ、今回の映像を見て具体的にどういう部品を扱われているのかとかっていうのが丁寧に説明されて、今までなんだろう進路についてあやふやだったんですけど、なんだろうこうして映像で見て結構地元の企業いいところがなんかたくさんあるっていうのが分かって、もうなんだろう将来は地元の企業に就職しようかなっていうふうに思い始めてきました。なんかいろいろな企業を見れて、なんかいろんな仕事についての関心が深まったので、今後の進路に向けて考えるきっかけになったと思います。企業の名前は知っていたんですが、作っている部品の内容とかそういうのはあまり知らなかったので理解できました。関心がすごく深まるような PR だったと思います。自分もなるべくなら近くの地元の企業で働きたいと思っています。世界に貢献できる企業が蟹市にあって、とてもいい動画でした。車の見えないところのパーツを作る企業とか、スマホとかの中に入ってる細かいパーツを作る企業も蟹市の中にあるの初めて知ることができました。社会に出てる会社の中の社員の声を生で聞いて、どんなことをしてるのか伝わってきました。僕は地元の企業で頑張りたいと思ってます。自社の魅力を一生懸命に伝えようとする企業の思いはしっかりと伝わっていたようです。蟹市公式 YouTube 蟹チャンネルで蟹ワクワクワークプロジェクトや昨年度までの企業フェアの参加企業など24社の PR 動画を視聴することができます。蟹市の企業の魅力を発見してもらう機会としてぜひご利用ください。